す、こまです。前回ですね、バーバリーのマネージで購入したインクですね、こちら夜長、これをですね、もう少し味わってみたいと思います。ではスタート。はい、今回ですね、こちら夜長ですね、セーラーさんの四季折、本当に楽しみますね。どうですかこのインクボトル、まあ、毎回まずはこうインクボトルで目を楽しむっていうのも一つの儀式ですね。綺麗ですね。そして箱から開ける音、そしてこちらのキャップを開ける音、それぞれが心地いいですね。一度インクを戻して入れ直しましょうか。ティッシュを用意しまして口元を拭きます。結構前の動画でこちらのパイロットのコン40満タンに入らないという件がありましたけど、これが正常らしいですね。しっかり拭き取ります。非常に心地いいですね。本当にインクフローが素晴らしいですね。金ペンというのはやはり結構柔らかく感じるもんですね。いつもは鉄ペンに
慣れていましたので近辺の素晴らしさに驚いています。こちらセイラー式よりですね、気持ちですね。の夜長本当にブルーブラックのような感じですね。ペンを寝かせるとこういう感じ、立てるとの方、横のラインの方が太く書けて、縦書きの時は細く表現できますね。やはり色が濃い分ですね、濃淡は感じることはできませんが、描いた時と乾いた時の色もほとんど差はありませんね。いや、綺麗な色ですね。万年筆っていうのは書くスピードですね。角ボールペンや私は基本的にですね、筆圧が強めですが、最近こちらのプロッターのシャーペンを使用してからちょっと筆圧を弱めくすることの心地よさっていうのを感じております。今回万年筆、近辺久々でしたけど、改めてこの金ペンとの付き合い方や、そして840円の鉄ペンとの付き合い方が違うんだなというのが気づきましたね。グラデーションでしょうね。画面と色は若干違いますけども、紺とかネイビー、よく藍色とか言いますよね。それに近い実際の色ですね。ちょっと画面では結構青みが強いんですけど、本当にこの万年筆かなりフィーリングが合ってきました。さすが金ペンですね。柔らかいですね。840円の鉄ペンなので結構こうガチッと描ける感じですね。こちらは本当に力をかけないで描き求めるって感じですね。で今回のですね、夜長非常にいい色合いでしたね。まあ、名前の通り夜を長く楽しむというので
本当にこれから季節にぴったりかと思いますね。これ長はですね、まあ、よく代表される色としてはモンブランのブルーブラック、非常にまあ似た色かなと思いますね。今回ですね、まあ夜長という色をしますけども、メーカーによってまた色の、その濃度やインクフローが違うと言ってましたね。いろいろ楽しめ方ですね。そしてまた万年筆独特の季節に合った色で楽しむ、それもまたやってみたい一つですね。皆さんもですね、この万年筆の心地よさ、そして色を選択、楽しみ方っていうのも一つちょっとライフスタイルに取り入れたでしょうか。もしこの動画が良かったなという方はいいねボタン、チャンネル登録もします。ではまた次にお会いしましょう。